日本政府の反応です菅官房長官は北朝鮮の挑発に対し断じて容認できないと強く非難しました北朝鮮が今般採択された安保理決議さらに米韓合同演習に反発をして核ミサイル開発を放棄する姿勢を示すことなく挑発的な行動を取っているこのことについては断じて容認をすることはできません また菅長官は北朝鮮に対し、一連の国連安保理決議を誠実に完全に実施をすべきと述べた上で、さらなる挑発的な行動を行わないよう求めました。